こんにちは、グッピーコズエです。今ですね、6月19日の朝の9時半なんですけども、さっきちょっと出かけてたらお母さんから電話があって、念願の妹に陣痛がやってきたということで、今病院に向かってます。でね、なんかお母さんが今分娩室にいるんですけども、なんかお母さんがお昼1時からどうしても外せない用事があるっていうことで、私が今から代わりに行くんですけど、娘の陣痛より大事な用事って何っていう話なんですけど、今日なんか三宮でさだまさしさんのコンサートがあるらしくて、マミル、まあ大事ですよね。とってもうちのマミルらしい、話なんですけど、1時、まあ、またがるかもしれん。1時過ぎるかもしれん。4時あります。4時あります。4時あります。それまでできると思う。痛い決まったあかんね、あんた、おばあちゃんになる感想は。そらもう着いた途端泣いたから、お母さん看護師さんの顔見て。なんでやねん。嬉しいですね。でも1時から4時ある。うるさい。せかして仕事です。なんだよね。もうできると思うわ。でもね、もうちょっとね、ちょっとしておめでとうございます。大きかったな、やっぱ。何みたいな。よう頑張ったわ、ほんまに。ね。